日本初の斬新な広告手法で、平野紫耀さんが披露する NM ヌードミューズのビジュアルポスターがキャットストリートに登場します。平野紫耀が原宿にイブ・サンローランの魔法を降り注ぐ、ファッションとアートの融合が描く未来。こんにちは、読者の皆さん。今日は、原宿が新たなファッションとアートのエクスペリエンスに包まれる興奮をお届けします。イブ・サンローラン大手が、アジアアンバサダーに、 そのカリスマとスタイルで知られる平野史洋さんを選出し、東京で繰り広げられる新プロジェクトが期待を集めています。日本初となるストリートジャックキャンペーンが2月5日から東京ジングル前周辺で開催されます。このキャンペーンでは、平野史洋さんの個性とイブサンローラ・ボーテのエレガントな世界が融合し、ファッションシーンに新たな息吹をもたらすことが期待されています。イブサンローラ・ボーテのアンバサダーである平野史洋さんは、 その才能と個性的な魅力でブランドのメッセージを高めています。キャンペーンは都会の中で芸術的で洗練された雰囲気を漂わせ、イブサンローラ・ボーテのアイコニックなアイテムが都市のランドマークやストリートアートに生まれ変わります。この融合がもたらす力強いインスピレーションは、ファッションとアートの愛好者だけでなく、芸術と文化に敏感な人々を魅了することでしょう。特筆すべきは、 表参道原宿のシンボリックなエリアで展開されるワイルドポスティング。これは日本初の斬新な広告手法で、平野信耀さんが披露する NM ヌードミューズのビジュアルポスターがキャットストリートに登場します。この大胆で斬新な試みにより、日本のストリートが一変し、都市の美が新たな高みに達するでしょう。 ワイルドポスティングはこれまでのニューヨークやパリなどで展開されてきた人気企画であり、日本でも初めて導入されることで一層注目を集めています。平野潮さんの独自のファッションセンスとイブ・サン・ローラ・ボーテの美意識が融合したビジュアルポスターは、まさにアートのような存在で、表参道原宿の街をエレガントでアーティスティックな空間に変貌させています。この特別なキャンペーンを通じて、 平野紫耀さんはイブサン・ロワラ・ボーテの魅力を広く伝え、日本のファッションシーンに新たな息吹をもたらすことでしょう。そして、その魅力の象徴とも言えるのが、ルージュピュール・クチュール。昨年末に進化を遂げ、新たな輝きを放って再登場し、タコのアイコニックなリップは、ワンストロークで叶うサティン、パブリックのような輝きと圧倒的な艶、発色を提供します。全40色に及ぶクチュールカラーは、 様々なシーンやスタイルに合わせて選び、個性を表現する上での幅広い可能性を提供しています。驚くべきことに、このリップには80%ものケア成分が贅沢に配合されており、唇に潤いを与え、保湿力を高めます。ルージュピュールクチュールは単なるリップではなく、イユスルの聖なるクラフトマンシップと美学が融合した真のアートピース。 唇を魅力的に彩り、日常のメイクアップに華やかな色彩を添えることでしょう。この特別なアイコンリップが、女性たちに自身の美しさを再発見させ、自信を与えることでしょう。ルージュピュールクチュールは、その特徴的なゴールドのボディに大胆に配置されたブラックのカサンドラルゴが高級感たっぷりの華やかなデザインを披露しています。平野潮さんがルージュピュールクチュールに対する感想を語ると、最高でした。 発色もすごいし、パッと塗った瞬間生えますし、つけ心地も本当に良くてオイリーにならずにしっかり保湿されているのはすごく感じましたと絶賛しています。イブサンローラ・ボーテとヒラノ・シさんによるこの曲。